本番いきます。よーい。嘘でしょ、こんな辛いの。おお。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、こちら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 、極激辛カレーを食べていきたいと思います。で、 YouTuber の方が結構激辛食べてですね、辛いっていう動画たくさん出てるかと思うのですが、監督がそれをやったとしてもですね、勝てるわけがない。ではなぜ激辛をやるのかと言いますと、あえて黙って食べる、誰もやったことがない環境でやってみようというわけで、第1弾ですね、こちら。いろんな友人たちに聞くと、辛いリアクションが見たいというわけでですね、今回満を持して普通に食べていきたいと思います。まあ今まではね、感情をシャットアウトして黙々と食べていましたが、今回は感想やレビューをしながら食べていきたいなと思っております。今あえて普通の YouTuber の激辛を改めてやらせていただきたいと思います。カレー味、まあこれは多分インド人ですね。泣けるほど辛味が強いので、小さなお子様や辛味が苦手な方の主食禁煙とかでしょ、喫食には十分ご注意ください。朝ごはんなんですが、ちょっと炊飯に失敗して、1合の半分、0.5 合とあとコーヒー1杯、飲んだぐらいでめちゃくちゃ腹が空いてます。まずは火薬、なんかいつもと違うような気がしないでもないのですが、どうでしょうか。そして激辛ソース、繰り返し激辛を取ったことによって、激辛体質に早変わりしました。激辛メニューがあったらもうすぐそれを選んじゃうみたいな。今回は自宅で撮ります。で、こちらが一眼レフの最高画質カメラ、そしてこちらが、スマートフォン iPhone8 Plus、 DJI ポケット2、そしてこちら EOS60D というですね、この4カメ体制で撮っていきたいと思います。はい、というわけでですね、3分経ちました。こちらです。はい、美味しそう。こちらのカレーソースをかけていきたいと思います。全部かけますよ。うわーうわー、ドロドロしてます。もうね、中途半端な悪歩きはしません。もう全部ね、はい、こんな感じでよろしいでしょうか。まずはですね、匂いを嗅いでいきたいと思います。余裕、うん、はい。ではですね、こちらなんですが、お、香辛料の匂い。これちょっとナビー食べたらね、ショック死しちゃうから気をつけて。なんかインドカレーってなんかもっと黄色いかと思ったら、ピカラシリーズとほとんど変わらない色の濃さですね。はい、で今回もですね、今までのシリーズと同じようにですね、時間を計っていきたいと思います。まあできるだけ早く食べていきたいと思います。まあ目標は3分かな。こんな感じで混ざったと思いますので、これを食べていきたいと思います。はい、では早速いきたいと思います。監督ラボ監督、極激辛カレー味食べてみた。本番いきます。よーい、スタート。うんうん、あ、嘘でしょ、こんな辛いの。おお。あ、うんうん、おー、しゃっくり出た、しゃっくり、しゃっくり出る。かん、うっ、かんら、うん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 、あ、でも美味しい。ああ、しゃっくり出る。うん、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 やばい、涙出る。余裕。ああ、しゃっくりこんな出んのか。うん、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 大丈夫だ、慣れてきた。もう舌が死んでる。ああ、うん、ああ、おお、うん、ああ、美味しい。
うまいな、この焼きそばうまいな。うわ、頭ぐらい鍋涙出てくる。あら水よし、あと少し。食べました、食べました。あーやばい、やべえ、水これ買ってたんで食べます。ロールじゃ食べます、チョコ味。やばいやばいやばい。甘い。ああ美味しい。辛い、水いる。人間の食べるものじゃないこれ。全然レビューできないわこれ。喋りながら撮ったからかもしれないんですけども、多分今までで一番辛い、痛い、ピリピリする。3分切ったのかなこれ。多分ギリクリアじゃないかな。これしばらく残るわ。まあ、とりあえずですね、まあ、今までのシリーズ全部完食してるんですけども、まあ、今回が一番きつかったです。ぜひ皆さんはやらないでください、危険です。以上、ではまた次の動画で会いましょう。